ダイエットにおすすめのチーズを3つ選んできました。ぜひ楽しみにご覧くださいね。では早速1つ目ご紹介していきたいと思います。私が選んだ1つ目こちら。明治のトカチボーノ切り出し生チーズモッツァレラまろやかミルキーのスティックタイプなんです。でこちら4本入りになってまして、あの1本1本個包で食べれますから、ほんとちょっとね、小腹が空いた時に召し上がっていただくのもすごく便利なんです。でまたすごくですね、そのミルキーと、まあ、言うぐらい、とってもまろやかで、こうチーズというよりはこう、なんて言うんでしょうね、もうほんとおやつ感覚で召し上がっていただいても良い。チーズなんですね。でもちろんおすすめはなぜかというと材料が生乳と食塩のみでできている無添加チーズだからなんです。例えばよくある、まあ、乳化剤などがですね入っているチーズはやはり添加物いっぱい入っていますからおすすめいたしません。ぜひこちらおすすめいたしますのでおやつ代わりに食べてみてくださいね。私も結構頻繁に食べております。お気に入りの一品です。では次2つ目いきましょう。2つ目はこちらカマンベールチーズです。でこちらも原材料は生乳と食塩のみ、もちろんこの2つだけできているチーズなんですね。でこちらも先ほどのモッツァレラとはちょっと違いますが、あのまろやかな味で、しかもこうちょっとレンジでチンして少し温めてくださると、こう中がね来た時にトローンと溶け出してもめちゃくちゃ美味しいんです。もう私カマンベールチーズ大好き。でこちらはですね、ちなみに原産国がデンマークですね。デンマーク産のカマンベールチーズです。こちらもぜひおすすめの一品です。では3つ目ご紹介していきますね。私が選んだのはこちらです。見えますか？ブリーチーズと言います。でこちらも、まあ、ナチュラルチーズですから生乳と食塩だけで作られているもので、こちら原産国はドイツのものなんですね。でこのブリーチーズというのは原料とか製法はカマンベールとですね、ベース一緒なんですけれども、成熟期間がねカマンベールも長いので、こうなんていうかもっともっとこうコクがあってこうクリーミーで、ちょっとこうカマンベールよりはこう味が濃ゆく感じるかもしれないですね。こちらもおすすめなんです。この私がおすすめするチーズ、なぜダイエットにも効果があるのかというそのポイントを簡単にお伝えしていきますね。もうぜひこれを知っていただきますと、もうどんどんチーズ安心して召し上がっていただけると思うんですね。ダイエット効果です。もうまずそもそもチーズというのはもうこちらも全部発酵食品なんですよ。でなかなか発酵食品って普段ね食べれない方も多いと思うので、手軽に取れる優れものなんです。でこの発酵食品の中にあなたのその痩せ菌と呼ばれる善玉菌がですねいっぱい入ってるんです。ですからあなたはこのチーズを食べることで痩せ菌が増えて、どんどん痩せ体質へと生まれ変わることができる、まあ、材料になるわけなんですね。そしてまた低 GI 食品なんです。これは何かというと、ここすっごくポイント、ダイエットにいきなり血糖値が急上昇するような食べ物、例えばパンであったり、ケーキであったり、小麦製品ですよね、ですとか、あと白米ですとか、お肉系、そういったのってですね、ドーンとその血糖値を上げてしまう。するとあなたのお体の中で脂肪をどんどんこう溜め込んでしまうね、原因になっていくんです。それは血糖値がいきなり上がるからなんですね。そこでこのチーズ召し上がっていただきますと、その急上昇にならないんですよ。緩やかに血糖値を上げる食材なんですよね、食べ物ですから。このチーズを食べることで結果脂肪を溜め込みにくくすることができるということなんです。では3つ目、でこのチーズはその脂質ですよね。脂質がですね、乗っている脂質、このブリーベリーだと 31.3g、125g あたりと載ってますけども、この脂質もちろん入ってるんです。入ってますが、このチーズの脂質はですね蓄積されにくいんですよ、体内で。いいと思いませんか？脂質は入ってるけれども溜め込まないということなんですよ。そして最後、
チーズってやっぱりカルシウムも豊富なんですよね。これすごく大事です。カルシウム不足になってはやっぱり骨ができませんから、しっかりその骨密度を増やすという意味でもチーズでカルシウムを取る。そしてこのカルシウムが脂肪の吸収をさらに抑えてくれるんです。チーズってすごいですよね。でまた太る原因の糖質がねない、気にしなくていいのがもう本当にねダイエット向きの食べ物だと思いませんか。そして相乗効果です。でこのチーズを召し上がっていただくときにこれをセットで食べると、もっともっと血糖値の上昇をどんどん抑えることができて、脂肪をため込みにくくすることができるということをお話しします。それは何かというと、チーズと一緒に今からお伝えするものを召し上がっていただきたいんですね。例えばお酢です。ビネガー、お酢酢のものでも良いですし、ビネガードリンク系でもいいと思うんですよ。そういったのと一緒にチーズを召し上がっていただく。またはレモンですね、レモン水であったりアイドル水であったり、こういったの作り方レシピ、こちら別動画でもお伝えしますからチェックしてみてくださいね。あとは辛口のワインで、これはですね血糖値を急上昇させないワインは赤よりも白の方がより効果がありますよって言われてます。で辛口ですよね。でまたシナモンも血糖値の上昇を抑えてくれますから、シナモンをこう入れた、紅茶であったりですとか、シナモンティーとかチャイラテとかもシナモン入ってますよね。そういったのと一緒にそのチーズを召し上がっていただきますと、さらにその血糖値の上昇を抑えることができますから、ぜひぜひ組み合わせて召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。ダイエットにおすすめのチーズ3つ選んでまいりました。ポイントはですね、無添加であることという話と、相乗効果でこういったものをセットで召し上がると、さらにあなたは脂肪をため込まずに済みますから、どんどん綺麗に痩せることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな健康法、腸活法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいて、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし嬉しいです。さあ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。